小田原急行鉄道1系電車は、かつて、小田原急行鉄道、東京急行電鉄、小田急電鉄で使用されていた電車である。1927年4月1日の小田原急行鉄道の開業時に、新宿駅稲田上戸駅間の近郊区間用車両として、1926年から1927年にかけて日本車両製造にて18両製造された。 当時としては近代的な電車であった。開業と同時に運行開始、近郊区間の各駅停車に使用された。1942年に東急に合併すると同時に東急で8150型に形式を変更し、戦後小田急電鉄として分離独立した後の1950年には小田急で8100型へ形式が変更された。 1960年までに全車両が他社へ売却され、旅客車両としては形式消滅となった。その後、1981年には、熊本電気鉄道から一両を買い戻し、開業当時の使用に復元の上保存されている。本校では、以下、単に小田急と表記した場合は、小田原急行鉄道及び小田急電鉄を指すものとする。車体長は14.2メートル。 片開き扉を3箇所に配した反抗性車体である。側面窓は加工窓で日よけとして鎧戸が装備されていた。正面は丸みを帯びた非貫通の3枚窓で、これは長距離用として製造された101型と同様のスタイルであった。扉間にロングシートを配し、室内灯は白熱灯であった。車内内壁、扉脇の座席の袖仕切り。 床などに木製部品が多用されていた。運転台は中央にあり、客室とは新中製のパイプで区分されていた。ただし、モハ18の三壁で区切られていた。近郊区間の各駅停車に使用する前提から、主電動機は 80HP のメガバイトマイナス 64C 型を4機搭載した。制御装置は、 三菱電機がウェスティングハウスエレクトリックとの技術提携によって導入した HL 型制御方式、制動装置は AMC 型自動空気ブレーキを装備した。台車は住友金属工業製のケース 30S を使用した。二両編成で走る一型主に新宿、稲田上り都間で使用され、ラッシュ時は二両編成で、それ以外の時間帯は単行で運転された。 部内では、お都合者と呼称されていた。その後、利用者の増加に伴い片隅式運転室への改造を行うことになり、まず1941年夏にモハニが改造された。この時には、扉位置、窓配置などの変更は行われなかったが、前後方向の寸法に制約があり、主観制御機を運転席左側前方に横向きに設置するなどの対処を強いられた。 このモハには、同年12月にサングル教育校内での追突事故で大破したため、1942年の修理と同時に運転室の前後方向の寸法を拡大するため、乗務員室の仕切り壁を 150mm 張り出させることで対処した。で破千155で破千161がモハニと同様に改造されたが、扉の位置の変更は行わなかったため、 運転室直後の扉の内側は実質的に通路幅が 150mm 狭くなったことになり、この扉のみ混雑が激しくなった。このため、1944年に改造されたデハ1160では運転室直後の扉を移設することで、当該扉の混雑緩和と運転室の前後、方向の寸法確保を両立させた。同様の改造は、 デハ1159にも施行されたが、デハ1158を改造中の共同工場にて、火災が発生し、同社とデハ1154が全焼した。なお、1942年には東急に合併したことから形式が、東急デハ1150型に変更され、全車両が改版された。改版後の車両番号は、原番号に1150を加算したもので、 例えば、モハ10は、デファ1160となった。終戦後の1946年春から、新中軍専用列車の運行を、新宿エビナ横浜間にて行うことになり、専用車としてデファ1162が整備され、その後で、ハセン151デファ1160.11611168が整備された。これらの車両は、白帯車と通称され、 継ぎ目のない窓ガラスが入り、車内は青い座席モケットで、床は茶色のリノリウム張りとなったが、当時の他の車両が窓ガラス不足のため板張り、座席も布地が不足したためにやはり板張り、室内灯も裸電球という状態であったことと比較すると大きな差があった。1947年には、 デハ1155から1159デハ1162から1165の給料が相模鉄道に譲渡された。共同工場で全焼したデハ1158はそのままの状態で譲渡され、同社の星川工場で復旧工事が行われた。なお、デハ1158と同時に共同工場で全焼したデハ1154については、 1948年に三段窓で復旧されたが、同時に運転室の片隅化も行われている。1950年にはさらに改版が行われた。この時、相模鉄道へ譲渡された空き番号を埋めるように、電番とされ、出派1101から1109となった。1949年以降、各形式で固定編成化が行われることになり、 本形式では1950年に3編成が蘇生された。なお、貫通扉の設置は行われていない。この時に、デハ1103とデハ1109は、付随車に改造されたが、車種変更の届け出はされておらず、公式には、電動車のままであった。1951年には、それまで、HL 型であった、制御装置を、 低圧電源に変更した HB 型に改造した。1952年には、東急車両製造において、改造工事が行われ、デハ1101デハ1102デハ1104は、両運転台のままで運転室直後の扉を、左右とも内側に移設した。デハ1105デハ1106デハ1107デハ1108は、片側の運転台について、同様の改造を行った。 1958年にはデハ1101が荷物電車としてデ2101に改造され、残った8両で4両編成2本を蘇生することになり、以下のような編成となった。1959年にはデハ1105から1108が熊本電気鉄道に売却され、残りの4両で1編成として運用することになったが、この時に付随車で8109を 電動車に戻した上で、以下の編成を蘇生した。この頃には、他形式では更新改造が進められていたが、本形式は更新対象からは除外され、1960年に残る4両も日立電鉄に売却された。1958年2月に、出破1101を荷物電車に改造し、形式も出2100型に変更した。改造と同時に電動機を、 HB 車と同様の 125HP に換装し、側面の中央扉を幅の広い両開き扉に改造した。また、車内の座席も撤去された。改版は行われていない。主に新聞輸送に使用されたが、1962年には、同車を使用して、油圧式強制車体系車車の試験が行われた。この時には、KS30 リットル型台車の枕羽部分に、 油圧作動灯を装備し、これを作動させることで車体を強制的に曲線の内側に傾ける方式で、新愛車とも呼ばれた。車体傾斜の動作については特に問題は見られなかったが、曲線侵入の検知で行き詰まり、実用化は見送られた。試験終了後も荷物輸送に使用されたが、1976年10月30日付で廃車となった。 1947年5月に譲渡された、デハ1155でハ1159でハ1 1 6 2デハ1165は、1951年の一斉開版によっても、派遷型も、派遷1から19 0に開版された。1963年には3両が、日立電鉄に譲渡され、さらに1965年7月には3両が、京福電気鉄道に譲渡された。 残りの3両は、同年7月に荷物電車に改造され、も、2007も、2008も、2009となったが、1978年11月に、日立電鉄に譲渡された。1959年7月に4両が譲渡され、同社も、波301型として使用された。も波304は1969年4月に廃車され、 1980年1月にもは303が廃車となった。1981年12月にはもは301も廃車となったが、折しも小田急が開業当時の車両を探して復元を行うため、原型に近い状態で運用されている車両を探していた時期であったことから、もは301は小田急に譲渡されることになった。残った モハ302は1985年12月に廃車となった。1960年に小田急から4両が譲渡され、同社も破線型として使用された。日立電鉄も破線8で破線103は、小田急時代から実質的に付随車として使用されて、いたが譲渡の再生式に付随車、左破線5 0 1となり、他の車両は、 小田急時代の車両番号順にも派遷1も派遷2も派遷3となった。しかし、相模鉄道から同系車が3両譲渡される際にも派遷4も派遷5も派遷6に改版され、相模鉄道からの車両が相模鉄道時代の番号のままも派遷1も派遷2も派遷3の番号で導入された。1960年代に譲り受けた車両は、 車体更新により二段窓化が行われたため、車体に限って言えば、原型とは大きく印象が変わるものになった。1978年11月には、相模鉄道からさらに3両が譲渡され、これで全18両の過半数が、日立電鉄に集められたことになった。荷物電車に改造されていたが、座席を復旧し、荷物扉を片側閉鎖したのみでそのまま、 旅客車両として運用されていた一方、正面周りには原型の印象をとどめていた。1991年から1993年にかけて全車両が廃車となった。廃車後、2両が保存されている。モハ1006は茨城県水戸市内にて農業倉庫として、モハ1003は千葉県松戸市内の駄菓子屋の店舗として3分の2ほどにカットされて使用されている。 九百六十五年七月に、相模鉄道から三両が譲渡され、同社では、袖葉271系、十一271、二百七十三として使用された。譲渡にあたり、六百ボルトへの高圧工事と外反の張り替えが行われている。九百七十三年には、手電動機と台車を交換、九百七十四年十一月に、形式称号が、 小手派から、もはへ変更された。もは271は福井川制御電動車。も27は272は、終電装置のない中間電動車。も27は273は、勝山川制御電動車であった。1981年頃にはも27は272は、編成から外されることが多くなり、1983年6月に、廃車となった。 残る2両も1987年6月に廃車となった。1981年12月に熊本電気鉄道で廃車となった同社も破301を譲り受け、王の工場で復元工事を行った。すでに図面がない状態ではあったものの、日本車両製造の協力も受けられ、1984年3月にほぼ開業当時の状態に復元された。 2021年4月19日に、海老名駅隣接地に開業する、ロマンスカーミュージアムに収蔵され、展示保存される。熊本電気鉄道も、破301系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。